賞味期限10日前。納豆ってそういうもんだからね。ほら、全然大丈夫。多いな、結構。いただきます。うわあ、近頃なんか横文字のやつらがスーパーフードスーパーフード言われてるけどな。これだからスーパーフードは納豆、卵、味噌汁、これには勝てるんないよ。うん、それタバコもラスト1本なんだよ。ちょっと開拓またしましょうか。ブライト、俺が蒸気で吸おうとすればするほど俺が蒸気俺がだから10ミリぐらいの買ってきます。買ってきました。でしかもめちゃくちゃ俺の好きな赤色。ちょっと、めっちゃ喉にくる、めっちゃ喉にくるな。これが嫌なんだよな。ブライトなんであんな来ねえんだろう。前回3800発って表記してたけど、残り200玉ぐらいあるんで、それ全部合わせると、4000発ぐらいあるんですよね。減らしていきますか、今日。うん、もう、4発のストレスしかないからね。
当たるだろう。頼むよ。どう？あ、ボタン出てくる。うわー、外すこれ。うわ、きつ。まあ負けるよね。昨日の感じでいけばもう絶対勝てるでしょみたいな煩悩がすごかった。もう最後だからさ、焼き鳥ね。いいんだ。ビールでアルコールで腹を満たしますかね。お疲れ様です。もう終わりだからね、終わりだから。結局は最後ぐらいさ、最後ぐらいいっちゃおうよ。これも終わりだ。これも終わり。いただきます。塩ニンニク。ぼんじりですよね。しそつくね。作ってきてーす。あ、今日はね、風呂入りません。基本2日に1回なんでね、ここは。白滝。全部いっちゃおうか。
飛んで多いな。豆腐をここに入れていこうと思ってるんですけど、とりあえず昨日残りの豚から本当にしましょう。でもネギね。スティック4つでちょうどいいですね。いやもうこの醤油もう終わりだね。はい、今年の醤油です。こちらこれかな。白だし大さじ4。はい、1、4。ここでまさかの赤ワイン大さじ4ですね。完璧。グツグツいってますけど、これだけとりあえず入れます。これだけ、これとまあとまあ。さて、できております。初めて作ったすき焼き、うまそう。パンパンええぞこれ。まずすき焼きといったら卵ですよね。いや、卵の前に普通に食ってみるか。うわ、しみしみ。これとネギたち、豚バラね。はい、普通豚バラいただきます。うん、いきますか。いく。これですよ。うわー、これやばいぞ。うわ、見て、やばい。やばくね、これ。これを、ダイブ。やば、これ。これやばいだろ。もう最後なんで、いただきます。あ、やわらか。でもこのぐらいでいけるからね。ぶっちゃけね、もうこのぐらいでいけちゃうから。いきます。もうこれぶっこんで、半端ないぞこれ。